ね、18期すごい成長ね、本当にそう。松さんにも、松さんで普通に言っちゃったけど、言ってくださって、私本当に一番辞めると思ったって言われました、今日。な、リプ、さっきリプした X に。まんじゅうさん大好き。くいちゃんデビューから見てます、嬉しい。本当にね、ひなもめっちゃ言われてた。ダンス基礎練、基礎練、最初から基礎レッスンが本当にハードだったから、私めっちゃ諦めて踊ってなかったの、基礎レッスン最初の。だから絶対にやめるって思われてたらしい、みんなに、18期にもスタッフさんにも。けどマジで成長したねって、どんどん上手くなって。そうだね、1年あっという間だったな。でもやっぱり、なんて言うんだろう、もっとね、この1年間の中にもっとできたんじゃないかなっていう思うところもたくさんあるので、2年目はもっとたくさんの方に私のことを知っていただけるように頑張りたいと思います。やっぱ AKB、 名だたる AKB のイケメンキャラがご卒業されたということで、狙っていきたいと思います。 今ここに宣言。 サインボール渡したけど、どんな感じだったの？サインボールは、ゆいが投げ放題をしたいって言ったから、ゆいが練り歩きで、一袋50個入ってんだけど、ゆいが200個。ゆいが200個持って、かすみがアシスタントでこう、2袋持ってついてってて、ステージからも200個。200個ね、そう、投げて。で、アズはテニス経験者だから、一人だけラケットでこう、サインボールを打って、あとはみんな、投げて、って感じ。楽しそう。楽しかったよ。そう、ゆいが、やりたいって言った企画だから、ゆいがたくさん投げれるように。でもそう、ゆいのね、カバンに手突っ込んでる方いてダメだよ。そんなことしちゃダメだよ。15歳なんだよ、まだ。ゆいちゃん怖がっちゃうよ。そう、マネージャーさん必死に止めてたけど、やばかったからね、みんな。ダメだよ、そんなことしちゃ。安全に楽しくルールを守ってね、ライブに参加しましょうということで。 15歳を怖がらせちゃダメです。サインボール欲しいの分かるけど、待ってて、みんな待っててね。そう、次回できなくなっちゃう。そうだよ、何かあったらできなくなっちゃうので。ゆいちね、大丈夫、私がなでなでしといたから。